ガードからアームドラッグをしてのワルシュチョークです。ジェイミー・ワルシュのオリジナルですね。まずはガードからの基本的なアームドラッグです。手首、腕を掴んでガードを外してアームドラッグ。このまま首に腕を巻きつけられます。S グリップ、ゲーブルグリップを作り、相手がパスをできないように高い位置に足をつけて引きつけてのチョークです。足は下げないこと。腰に足をつけ、常にチョークの方向に体をひねります。腰に足をつけられない場合はこのように足をロックしてもいいです。